直。十分。はびこりなさい。私のお家にいらし、姿を見せ。翼よ。浄土を開放。神道の権限。直。覚えたわよ。影のカラスが。死ね。そこだ。ふっ。はっ。や。はびこりなさい。パン。知識はあなたにも。全部丸見えね。またか。翼よ。ふっ。天なる雷光。有限なる雷光。立流直十言。お披露目だ。ごめんなさい。逃げ道はあります。世界を熱狂の渦に。いざ勝負。剣に近く剣票恩を断つ。それよっ。砕け散れ。よっ。ここより弱滅の時。へっ、よっ、そっ、だっ、ふっ、かっ、かじゃーん。結霜せよ。へい、よっ、粉々よ。はっ、はっ、それ。呪言、ちょっ、呪言。痛くしちゃうか。犯罪の名に。よっ。やっ。はびこりなさい。お嬢様の。チョック十言。これこそが知恵の伝道。はっ。翼よ。せっ、チョック。律令、チョック。手をつなぎましょう。見せよ。死ね。浄土を開放せし神道の権限。律令全部も。それ結霜せよ。裁きの雷。お披露目だ。光輝くがいい。風の神我らに導きたまえ。兵糧のようにうなれ。ジャッジメント。ふっ。よっ。それ。はっ。ひゅっ。いざわめきなさい。よっ。はい。ふっ。ふっ。剣に誓う。無我の境地。ふっ。ふっ。ふっ。ストップ。ふっ。ふっ。答え、僕の名のもとに結霜せよ。よっ。それ。はっ。
別の天柱中に分け与えられた楽園エデン、私断罪の公女は、大半の者の一生は紙に書いても数行にしかならず、そのほとんどが退屈な物語なんじゃ。貴族たちの古いしきたりなんて聞き流してちょうだい。いつか私みたいに何百条ものしきたりを暗記させられても本気にしなくていいから。騎士と貴族のしきたりは似ているわ。ただ騎士は小難しいところが簡略化されているの。